とことんとこいととアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は10月の26日水曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザニアンアラルイエーイ。バラの香りにメロメロになることがある。皆さんありませんか？バラの香り、特に秋バラの香りにメロメロになるということないですか？今日は僕の庭はブルーローズ、川本バラ園さんの層が昨日と今日で咲いてくれたので、その香り楽しんでいこうと思いますよ。ブルーの香りというのはダマスクモダンとティーの合わさったいい香りがするんで、今日はその香りをたっぷり楽しんでいこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こちらが川本バラ園さんの層ですね。綺麗に咲いてくれておりますよ。あー、ブルーローズの香り最高です。もう今この位置でももうブルーローズの香りがプンプン漂ってきますよ。もう本当に、うわー、もう天国行きですね。もう本当に何でしょう、この甘い香りとその後に来るすっきりとした香りがもうたまりません。あー、もうこのブルーのバラ独特の香りって、こう香りを嗅いだ人にしかわからないですよね。もうまさにこのバラというダマスクの香りではまたない、このティーが混ざることによってこうすっきりとしたいい香りになるんですよ。はあ、最高だねくーちゃん。最高最高。はあ、もうまさに香りのバラのブルーレボリューションやー、ブルーレボリューションやー。さあくーちゃん、今日も綺麗に咲いてくれたからストローケン山で遊んでいこう。やってこやってこ。はい、ストローケン山とはこういう花首が短いバラを飾りにくいので、こんな感じでストローを適当な長さに切って輪ゴムで留めただけのものです。これをチャポンと入れておいてスポッと刺すだけですよ。よいしょ。はい、これでバラが固定されます。今日はこんな感じで完成といたしましょう。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。ブルーローズの香りという短い動画でしたけども、このブルーのバラの香りの良さがちょっとでも伝わったら嬉しいなと思います。最高だねくーちゃん。最高最高。はい、ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。また見てね。ブルーレボリューション、忍び寄る道のいたずらに、ひそかに心はサーティーフラクション。はい、これが分かった方は外の浜田真理好き。最高。